はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ワールドスタジアム4、今日もねやっていきましょう。今日もドラゴンズとの一戦、3連戦のね3戦目でございます。3戦目の先発ラミレズさんと武田さん、ともに絶好調。おや、今岡さん早いね。もう上がってきた。よいしょ。大保さんね、6番に入れて、これでいきましょう、今日は。広い名古屋ドームもね、今日が終わればしばらくねお別れとなります。中日阪神11回戦参りましょう。ドラゴンズ武田さんですね。あー、ど真ん中やったね。ちょっとインサイで差し込まれるんよね。あ、こういう感じでねライトフライ、ワンアウト。あー、これもね外へ逃げていく。だからフル寸前でね、こうキュッと曲げられるっていう感じか。真ん中へ来たけど、スライダー、カットボールかな。センターへ打ち上げてしまいました。ツーアウト。ブシン君初球打ち引っ掛けましたけど、これはゴロでセンター前に抜けてきました。ツーアウト一塁、盗塁成功。引っ張った打球レフトへ、あ、入ったー。バートルさん出ました。51号ツーラン。低い弾道のライナーでスタンドへ持っていきました。まずはバトルさんのツーランホームラン、タイガース先制。5番は檜山さん。檜山さんもいい当たり、惜しい、フェンス上段。ツーベースヒット。そして今日スタメン復帰大鵬さん。あー、大鵬さん初球打ち引っ掛けました。ファーストゴロ。初回タイガースはバトルさんのツーランホームランが飛び出しました。まずは2点の先制。タイガースはラミレズさんです、トップバッター。今日も福留さん、今回の3連戦は全て1番が福留さん。2球目引っ張りましたけど、これはファールとなります。危ない危ない。追い込みました。コスクスライダー。文心くんナイスプレー。二遊間抜かせません。ワンアウト。今度は文心くん余裕を持ってファーストへ送球。これもショートゴロ。ツーアウト。打ち上げました、レフト前進。坪井さんの前に落ちるヒット。ツーアウト一塁。4番はこちらも絶好調、ゴメスさん。まっすぐ引っ掛けてくれました。セカンドゴロ、スリーアウト。ドラゴンズは初回関川さんがヒットへ出ましたけどね、ここは無得点。さあ今岡さん、今岡さんも今日からスタメン復帰。落ちないセンターへのヒット。今岡さん復帰第1打席、センターへのヒット。ノーアウト1塁。ここは今岡さんをセカンドへ進みました。ファーストゴロ。面白い当たりだ、これはレフトの前落ちるぞ、ヒット。ワンアウト一塁三塁、トップバッター新庄さんに回りました。仕留めれるか新庄さん。ファーストゴロ。さあここは戻ります。
ワンアウト満塁、坪井さん。エンドラン失敗、これは痛い。レフトへのヒット、ツーアウトながら満塁。そして文心君、第1打席はセンター前ヒット、ライトへ、惜しい当たりでした、抜けませんでした。2回の表タイガースは満塁のチャンス生かせません。ここは無得点。かけて、セカンドの横抜けてきました。ライト前ヒット、ノーアウト一塁。6番セカンド立浪、361のダブルプレー。7番ライト絶好調井上さんの前でランナーなくなりました。引っ張った当たり、ライト線、これは入ります、フェア。井上さんファースト止まり、ツーアウト一塁。8番キャッチャー、ここはショートライナー、スリーアウト。ドラゴンズこの回もランナー出しましたけども、ここも無得点。さあバトルさん、第1打席はレフトへ引っ張ったホームラン。ライトへ、ライトオーバー、バトルさんツーベースヒット、ノーアウト二塁。そして檜山さん、痛烈な打球、ライト線。檜山さんもヒット、ノーアウト一塁三塁。逮捕さん仕留められるか。三遊間、ここはサードへ送球もセーフ、内野安打、3点目。今岡さん、第1打席はセンターへのヒット、いやいや左中間寄りでしたね。インサイドか、ボール球振ってしまった。コロンボール、今岡さんレフトへのヒット、今日は2安打、4点目が入ります。矢野さん、ライト、これは落ちない。ちょっと浅すぎた、タッチアップできません。ホームへ送球します。さあトップバッター、新庄さん回りました。新庄さんはセンターの前、落ちました、ヒット、5点目のタイムリー。坪井さん、坪井さんはセカンドゴロ、その間にもう1点追加。そして文心君、先ほどは惜しいライトへのフライ、今度は大きな当たり、ライトへ伸びる、文心君出ました、85スリーラン。3点追加、9対0。ここでピッチャー交代、鈴木平さん。ピッチャー鈴木、インサイドへのまっすぐ、これも外れます。3球目いっぱいいっぱい、ストライク。
あーちょっと打ち損じた。これは、うん、井上さん取りました。3アウト。3回の表タイガースは7点追加しました。9対0としております。おー、鈴木拓也さんも交代。山崎武さん、ただ4回からは誰が投げるんだろう。打ち上げました。ショートへのフライ。ブシック取りました。ワンアウト。トップに帰ります福留さん。今子さんランニングキャッチ。ツーアウトとなりました。あー取れない。間に合いません。富士山セカンドの頭の上を越していきました。センターへのヒット。2アウト1塁。第1打席はレフトへのヒット。関川さん打ち上げました。どっちが行く。センター新庄さん取りました。3アウト。3回の裏ドラゴンズまたもやランナー出すんですけど、ここも得点には絡みません。さあここからピッチャーは落合英二さん。今日は2安打。檜山さん、あーちょっと振りが早かった。いやちょっと遅かったんかな。真ん中に飛んでるということはね。さあ大砲さん、ここも初球打ち。セカンドゴロに倒れます。そして今日2安打。今岡さん、今岡さんも打ち上げてしまいました。センターフライ。ここは簡単に3人で終わらせてしまいました。タイガース4回の表三者凡退無得点。見逃し三振。やっと今日初の三振を奪いましたラミレスさん。ワンアウト。リンゴさん、かけたあたりセカンドゴロ。ツーアウト。辰巳さんは第1打席ランナーを置いてファーストゴロ併殺でしたけど、ここはヒットへ出ました。ライト前ヒット。ツーアウト1塁。またランナーを出しました。ファーストゴロ。ここは大保さん自分でキャンバスを踏みました。スリーアウト。4回裏ドラゴンズは、またランナー出すんですけど、ここも得点には絡みません。センターへのヒット。さあ落合英二さん疲れてきました。ここはショートゴロ。ラミレスさんはアウトとなります。矢野さんセカンドへ行きました。そして新庄さんセンターへ高々と打ち上げた。新庄さんセンターフライ。ツーアウト。ピッチャー強襲。ここはサードへ投げるもセーフ。一塁三塁文心君、先ほどはライトへのホームラン。外いっぱいいっぱい。ここは仕留め損ないました。痛烈右中間2点タイムリー。バトルさんライトへの当たりフェンスダイレクトライトオーバー。バトルさんツーベース。もう1点追加。そして檜山さん打ち損じてるタイミング合わない。檜山さんはセンターフライ。3アウト。
5回の表タイガース3点追加しました。12対0。おそらくここで中村武さんの次、落合英二さんですから代打と思われます。あ、出てまいりました代打神野さん。初球打ちレフトへ入りましたけど、これはファール。センターへの当たり、新庄さん掴みました。ツーアウト。そして今日はノーヒット、福留さん。インサイド2つ見逃しました。そしてバットの先端、スライダー打ち上げてしまいました。センターフライ3アウト。5回の裏ドラゴンズ初の三者凡退となりました。さあここからピッチャーは岩瀬さんですね。ピッチャー岩瀬。レフトへ流した打球、レフト線抜けてきます。大砲さんツーベース失敗、記録はヒット。あら、今岡さんも引っ掛けた。矢野さんはきれいにセンター前へ抜いてきました。さあ代打いきましょう、塩谷さんいこうか。飛びすぎるセンターフライ3アウト。6回表タイガースは、矢野さんヒットへ出ましたけど、この回無得点。ここは6回裏だけ1人出て富山さん登板。見逃し三振、ワンアウト。3番センター関川。空振り三振、2者連続ツーアウト。4番のゴメスさん。サードゴメス。見逃した、三球三振スリーアウト。富山さん今日は3者連続三振で6回ピシャリと抑えました。1番ラッキーセブン、トップバッター新庄さん。ライトへ大きな当たり、伸びるぞ、ライトオーバー。新庄さんは三塁へ向かいます。スリーベースヒット、ノーアウト三塁。2番坪井さんコツンと当ててセンターへ、あーごめんなさい、レフトへのヒット、タイムリーとなります。1点追加。そして文心くん、ライト線、これは抜けていきます。文心くんツーベース、ノーアウト二塁三塁。そして今日ホームランを放っているバトルさん、ホームへ送球、これはセーフとなる。14点目、フィルダーズチョイス。檜山さん一発が欲しい。センターオーバー。さあランナーは2人帰ります。2点タイムリー。16点目、タイフさんレフトへ、これは切れていきます。ファール。
右中間ですけど、これは抜けていきます。ヒットツーベース、これで再び二塁三塁。檜山さんは落ちるのを見てからのスタートでした。ここはホームへは投げません。ファーストへ投げます。17点目。矢野さんライト前、さあ代打、ここはタラちゃんでいきましょう。ああここはレフト頭の上越えてきませんでした。ちょっと詰まっていたか。さあトップへ帰ります。新庄さん、左中間抜けてきます。新庄さんツーベースヒット。ああ飛びすぎる坪井さんレフトフライ。ラッキーセブンタイガース6点追加しました。18対0。さあピッチャーはここからは与田さんにお任せします。5番はリンゴさん。見逃した、まっすぐズバッと外いっぱい。辰巳さんは初球打ち流しましたけど、ここは坪井さんへのフライとなります。2アウト。井上さんは外寄りの球すくい上げました。しかしここも檜山さんの守備範囲ライトフライとなりました。3アウト。ラッキーセブンのドラゴンズは三者凡退となります。タイガースは8回の表3番の文心君から。さあ岩瀬さんがまだ登板となります。ここは文心君センターの横左中間への当たり、三塁を狙う滑り込んでセーフ、スリーベース、サイクルヒットかなさあそしてバトルさん、バトルさんも痛烈、これはセンターの横抜けていきます。ツーベースヒット。さあ檜山さん一発を狙うチャンス、打ち上げました。引っ張り込みません。檜山さんセンターフライ。大鵬さん、大鵬さんも打ち上げた。これもセンターフライとなります。ツーアウト。今岡さんが2本のヒットの後3本目が出ておりませんでしたけど、ここは3本目猛打賞。そして矢野さんは2打席凡退の後3安打、打率はもうちょっとで5割。飛びすぎたセンターフライ3アウト。8回の表タイガースはごめんなさい1点追加しました。19対0。さあ与田さんの2イニングス目、かけたショートへのゴロ。さあここでそして代打でしょうね。愛子さんがねまだいらっしゃいましたね。左の愛子さんが出てまいります。初球打ちライトへの当たり、檜山さん取りました。2アウト。そして今日はノーヒット福留さん初球打ちセンターへ、ここも新庄さん優位を追いつきました。3アウト。8回裏のドラゴンズは三者凡退で、バンチさんか、そうですね、あれだまバンチさん。
あー空振り高速スライダー。さあトップへ帰ります。新庄さん、外いっぱい手が出ませんでした。バンチさん打ちにくいぞやっぱり。坪井さんは内野安打、二遊間のあたり。そして文心くん、武士くん一塁線で行きました。フェアツーベースヒット、ツーアウトながら二塁三塁。ああ、ここは打ち損じましたね。バトルさんセンターフライ、スリーアウト。9回の表タイガースは、ランナー二塁三塁まで行きましたけど得点絡みませんでした。さあドラゴンズは9回の裏、上位打線、まずは久慈さん、打席は少ないながらも3割オーバー、見逃した。まずは1つ目の三振奪います。ワンアウト。センターへの当たり、これは新庄さんでツーアウト。さあゴメスさん今日はノーヒット。引っ掛けて最後はサードゴロ、ゲームセット。今日は19対0ですね。ホームランがね、まあまあまあ、文心君とバトルさんやったから、檜山さんが本当は欲しかったけどね、惜しい当たりが1個ありましたけどね、さすがに名古屋でもやっぱり広い。はい、ということで、ラミレズさんが5回無失点で、勝ち投手ですね、負け投手が武田さん、で、与田さんが3回、今日は本当、ピシッと投げましたね。ホームランはバトルさんの51号、文心くんの80号と2本出ております。他球場カープ競り勝ちましたね。横山さんから小林寛也さんのリレー、そしてもう一つの試合はジャイアンツ、こちらも3対2桑田さんが勝ち投手、斉藤隆さんが負け投手で、マッキーにセーブと。はい、ということで文心君のサイクルヒットがね1面となりました。ラミレスさん見事12勝目、武田さんは5敗目です。与田さんが13セーブ目、鈴木平さんがね1人だけやったからね、打ち損じたんね、あっさりと交代しちゃいましたけどね。あとはもうフラフラの2人からね、3失点7失点とね、10点もぎ取りましたけどね。ドラゴンズはラミレスさんから放ったヒットだけですね。6回以降はノーヒットだったんじゃないかなと思っております。タイガース側、坪井さんと新庄さんが4安打、文心君6安打、バトルさん5安打、檜山さんも3安打、今岡さん矢野さんも3安打、猛打賞大鵬さんがねちょっといい当たりも多かったんですけど、今日は2安打で、ピッチャーのラミレスさんも2安打ですね。タラちゃんと塩谷さん今日は代打ではね、活躍できませんでした。ラミレスさん5回投げて三振1個しか奪ってなかったのよね今日ね。はい、ということで、ちょっとごめんなさい一瞬だけ、はい行きましょうか。で、3連戦終わりましたんでね。でね、ごめんなさい、前々回かな言ってたと思うんですけど、前回ちょっとお詫びしたと思うんですけどね、これね
この24対1がね収録してたらできてなかったのよね、ジャイアンツとの、ね、40点取ってウハウハ言ってる場合じゃないっちゅうね。で次回から神宮ですね、ちょっと今日は先に日程表をお見せする形になりましたけどね。はい、53試合が終了しました。マジックはもうすでに点灯しております。で、ジャイアンツが貯金13ですね。カープが3位になっております。チーム打率の前に対戦成績、この後スワローズとの、何カード目だ4カード目か5カード目かの、4回り目かの、3連戦が待っております。神宮ですね、打率5割超えました。ホームランが248本、盗塁251、得点979の失点74、 1.40 はまあまあまあもう2点切ればええかな思ってたぐらいだったんですけどね、もう十分ですね。ベイスターズがチーム打率高いのよね、2割7分とね。ホームランもジャイアンツに次いでね2位なんですよね。はい、打撃トップ10、打率はまあ文心君がまた今日6安打か5安打かなって7割にね、切迫しておりますけども、5人が5割超えかで、新庄さんと矢野さんもね5割射程圏内なんですよね。でホームランが大鵬さんがやっぱりちょっとパワーね別格ですね。まあ、調子がすぐ落ちてしまうのがね欠点ではあるんですけどね。新庄さんもあと1本で30本というところね。タラちゃんもまあ頑張ればね、50本ぐらいはいけるんじゃないかっていうところですね。まだ半分終わってませんからね。檜山さんが名前消えちゃいましたね。松井さんが20本ねいってるんですね。で打点になるとここで檜山さんも顔を覗かせてきます。で盗塁矢野さんが43か。今回ちょっと単独スチールがねちょっと難しいんでね、なんかタイミングとかフラグがあるみたいでなかなかしにくいところあるんですけどね。あの5の赤星さんのようにはいかないね。で出塁率でヒットはもう無宿200安打。新庄さんが意外とヒット打ってるのよね。まだ席数多いっていうのもあるけどね。で塁打数になるとタラちゃん以上はもう200塁打ということですね。ツーベースヒットは今また新庄さんが4本差に迫っております。バトルさんが現在のところ68本。スリーベースはもう文心くんですね。で意外と今岡さんとタラちゃんも頑張って打ってるんですよね。新庄さんが10本、檜山さんがね足そんな速くないんだけどやっぱり右中間のあたり多いせいかねスリーベース増えますね。で勝利打点、三振は仲良く8つずつやってるんでね。三振王は金本さんとリンゴさん、ちょっとごめんね。あ、矢野さん2三振しかしてないのな。そういうことか。はい、四死球、リーダー、犠牲フライ、バトルさんね、新庄さん。で、併殺。あ、辰巳さん超えました。トップに立ちました。そういえば今日ありましたね、1個ね、ファーストゴロ併殺っていうのがね。はい、では、お次は、投手。防御率は、またね、なんだ、福原さんと、カジーさんが、規定投球回数かけてしまいましたんでね、こんな感じか。で、勝ち星は、そうか、ヤブさんがね、飛ばしちゃったから1回、11勝で少ないんですよね。負けはハッカミと野村さんが8敗、カンバーランドさんも7敗やねんね。ハンセルさんが、あと50何試合、53試合か、10試合でまあ、6セーブぐらい無理やな。135試合か。だから、67試合か8試合なんだけど、15試合で6セーブやから、まあ、3試合に1回ぐらい投げれたらいいんだけどな、難しいやろな。
マッキーがねセーブ結構重ねてるんですよね。でセーブポイントもそんなにね変わらない。で勝率、奪三振は星野さんとヤブさんの争い。ダミデさん今日は1個でしたからね。で関東、福原さんとかもちょっとやっぱ難しいかな。体力がないねこのゲームね。投球回数も星野さんが今ダントツでトップ。ミンチさんね、まあ7回だから約1試合分ですよね。失点、岩瀬さん88、自責点もね。ドラゴンズのメンバーがここでいっぱい出てくるんですけどね。非本塁打、野口さん、川上さんとかね、斉藤隆さんとか、ね、フォアボール。はい、というわけでございます。では先ほど言いましたように次回からは、スワローズとの3連戦ですね。またこちらの方もね見ていただきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。